今日はこの未来へっていうお酒をご紹介します。こちらのお酒はとっても人気あるんですけど、赤ちゃんが生まれたらこのお酒を20年間ご自宅で熟成していただいて、20歳になったら、赤ちゃんが20歳になったら乾杯してくださいねっていうお酒です。ちょっとこちらはね20年ほど経ったお酒なんですけど、このように真っ黒になります。すごい美味しい古酒が出来上がります。そこでお客様から声をお声をいただいているので読もうと思います。この商品をいただいたことをきっかけに、親戚や知人に赤ちゃんが生まれるたびに送っています。のんべえの知人からは子供が成人になるまで待てないかもと喜びの電話があって、自分もほっこりしていますといただきました。ぜひ赤ちゃんが生まれたり、いろいろ記念のことがあったり、結婚したり、いろいろ人生にはあると思うんですけど、ぜひ未来へを熟成させてみてください。